裏切るもの、たくさん出てくるぞ。富士とナルトの仕組み、スワマーカタの仕組み、ハルナカイのご用なされよ。悪の総大将よ、早よ改心なされ。悪の神々よ、早う改心、結構であるぞ。いくら焦りてあがいても、神国の仕組みはわかりはせんぞ。悪とはモーセ、対象になる御霊、改心すれば今度はいつまでも結構になるのぞ。日本の新民人民、皆思い違うと工藤を知らしてあろうが、まだ我が捨てぬか水でも掃除するぞ。6月29日雨の筆休神筆。この神事、産のままであるから、そのつもりで取りてくれよ。嘘は書けん、根本座から、この神事通りに、天地の規則、決まるのだぞ。心得て次の世のご用にかかりくれよ。世界のことざから少しくらいの遅し早しはあるぞ。間違いないことざぞ。大将が動くようでは収まらんぞ。真ん中動くでないと申してあろうが、この世の柱から改心せねばこの世収まらんぞ。この方を頼めば御事でおかげやるぞ。竜宮の乙姫殿、激しきご活動ぞ。6月30日、雨の筆休の神、記す。できたのであるぞ。土のまんじゅうの上に、はじめに生えたのが松であったぞ。松は元の木だぞ。松植えよ、松備えよ、松日もろきとせよ、松田まぐしとせよ、松をせよ、いつも変わらん、松心となりてくだされよ。松からいろいろなもの生み出されたのぞ。
松の国と申してあろうがな、7月の1日雨の日月の火山。釈迦祭れ、キリスト祭れ、マホメット祭れ、タイの奥山は五千の山に祭りくれよ。7月の10と2日にあっぱれ祭りでくれよ。いよいよ藤晴れるぞ。今の人民良いと思っていること間違いだらけさぞ。ここまでよくも曇りなされたな。二の山、三の山、四の山に祭りくれよ。まだまだ祭る神様あるぞ。7月の2日雨の日月の火山。人民同士の戦ではかなわんということよくわかりたであろうがな。神と臣民溶け合った大和魂でないと勝てんことぞ。悪人よ、日本の国をここまでよくも怪我したな。これで不足はあるまいから、いよいよこの方の仕組み通りのとどめにかかるから、聖一杯の御力でかかりてござれ。学問と神力のとどめの戦だぞ。7月3日雨の日月の神。